7、8、9、20。32分43。33分32。じゃあ西野君、テスト走行で道路の状況と木俣先輩一言。そうですね、道路の状況としてはまあさすがこの季節に合わせてきたなっていう道路の感じですね。木俣、お前頑張れよ。明日の予定は黒板に書いてる通りで、あと名立流したあの施設を使うにあたってのお願いしっかり読んで、迷惑をかけないように過ごしてください。太田、行きましょう。いただきます。何時かわからんの。すみません、合宿の方法をお願いします。しっかり全試合 A で出場して、全チームの力を、2週間ぐらいしかないけど、しっかり、目標を持ってやっていかんと、この2週間お金もかかっとうし、時間とか、やっぱそういうのこうやってここに来るってことも自分一人の力じゃないと思うし、今、今年の夏合宿のチームの目標は、しっかりと一人一人が何できるかを考えて、その一人一人が何できるかということ、何をできるかということを考えて、それをしっかりと実行することが目標かと思います。で、僕自身の目標は、やはり今一番下のスポットなので、しっかりとそこで。ありがとうございました。お疲れ様です。